こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、会社員です。副業の初心者ですが、会社にバレずに儲かる副業の方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。この動画ですね、会社員の方から副業の相談がありましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね、まずですね、無料でお金を稼ぐですね。で、私はですね、0円コミュニティってやってまして、無料でお金稼ぐ方法をね、紹介します。興味ある方ね、ぜひね、連絡していただければいいと思います。で、無料で稼ぐって方法はですね、いろいろあります。ぜひね、Google で検索していただければ出てきますので、ぜひね、試していただいても結構わかります。はい。で、2番ですね。これはですね、無料でお金を稼ぐのめんどくさい方はですね、このクレジットカードをね、ぜひね、発行してやっていただくといいかなんですけど、まあ、スニーカーですね。カメラです。で、スニーカーに関してはですね、今非常に熱いですね。で、プレミアスニーカーっていうのはですね、非常に人気ありまして、それを購入していただければ、お金入ってきます。すごい。もう万札になってしまいます。ぜひそういったのを狙っていただければいいからね。あとカメラなんですけど、カメラはですね、まあ終わってしまったって方もいるんですけど、まだ全然売れます。はい。で、私見る限りは3万4万稼ぐカメラ、まだまだありますね。実際あります。はい。で、私が仕入れればですね、2万とか1万5千とか普通に行ってしまうので、全然儲かりますので、ぜひね、カメラを売っていただいても問題ないかと思います。はい。で、3番なんですけど、このアフィリエイトの YouTube ですね。まあ、アドセンスですね。簡単に言ってしまいますと。で、どういった動画がいいかと思います。ラグビーですね、まず。人気のラグビーですね。野球、サッカーですね。で、旅行ですね。ちょっとマニアックに言ってしまう。大食いですね。だから、大食い動画って、よく見ると、すごい回ってるんですよ。40万回とか。でですね、大食いに得意な方、もう、ご飯食べる得意な方は、ぜひ大食いね。ただ食べるじゃなくて、大食い。これをですね、マスターしていただければ、かなり人気動画になるかと思うので、ぜひ、ね、試していただければと思います。あと自衛隊ですね。で、自衛隊はですね、飛行機とか戦車とかね、近くに基地がある方はね、ぜひ撮影していただければいいかと思うんですね。あと航空ショーですね。これは非常に美味しいです。ぜひね、これを撮って、動画を上げていただければ、まあ、儲かりますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。で、最後ですね、こう10万以上超えたら、ぜひね、税理士さんに無料相談行って行った方がいいです。で、なぜかと言いますと、私もそうだったんですけど、例えば、月商300万以上超えますと、300以上なんでもいいんですけど、最悪ですね、税務署が電話来ます。で、税金取られます。なので、まあ、ぜひね、そういった最悪のパターンを取られないように、ぜひね、10万円以上超えたらね、一度ね、税理士さんに相談してみていただければいいかと思います。ぜひ試してみてください。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルをプレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube からその以上受け付けてません。LINE と登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。